マギでご視聴ありがとうございます。今日はね、今日はねというよりね、時々このチャンネルでもね、野鳥に全然関係ないような話をね、させていただいているんですけれどもね、今日もね、ちょっとやらかしたというかな、運を使い果たしたというね、話をさせていただきたいと思います。実はね、財布をまたしてもね、ある場所に置き忘れてましてね、これまあ2回目なんですよ今年ね。まあ、前回はねちょっとこう交番からお電話をいただくまでね、それに気がつかなかったというような事態だったんですが、今日はね、うわやばってね、お財布忘れてるやんってこうなったんですよ。もう大体ね分かってました。もう実はね、その場所ではね、一脚とかね、それに付随するそういった部品を忘れたようなことがねありましてね、絶対あそこやっていう場所は分かってたんですよ。慌ててそこに戻ったんですけどね、なくってね、うわ終わったと思いまして、まあすぐにねこうその足でね警察署の方に出向きまして、いわゆるその、紛失届というのかな、そういった手続きをね、もう窓口の方で終わった、もう終わったと言ってつぶやきながらね、担当者の方の前でブツブツ言いながら、書類にねいろんなその財布の形状とか中に入ってる現金のおよその数とかね、どんなもの入ってますかということなんですが、もうほとんどねクレジットカードとかキャッシュカードとか免許証とか、これ免許証をね入れてると、警察署行くのに車運転して行ってるからね、不携帯っていうことになるんですけどね、厳密に言うとね、それとか保険証とかマイナンバーカードとか、ほぼ身分を証明するようなねものも全部入ってる。その他いわゆる何ですかね、マネーの電子マネーというのかな、ワオンとかナナコとかそういったものも入ってるし、楽天エディとかですからね、もうほとんど重要なものがねもうその財布の中に入ってるという状態で、ほぼ泣きながらですわ、もうね終わった。やらかしたと思いながら、こう書類にね、必要事項を書きながらしてたらね、ちょうどその時にねドカーンって落としたんですよ。何かな思ったら警察署の植え込み、車がね突っ込んできたんですよ。私が窓口で書類書いてるとこだったんで、えらい音したなーって、もう警察署の中の職員の方々皆さん、何やって皆さん、何が起こったんやみたいな感じで皆さんね、これよくあることだと思うんですよ。いわゆるアクセルとブレーキの踏み間違い、そういった事例だと思うんですけどね、幸い、それはね何やって思いながら、こっちは泣きそうにながら書いてるわけですよ。そういったことがありつつ、わ終わったーって思いながらね、ほぼ書類に書き終わったところに、財布拾ってんけどという方がねお越しになって、それ私のですわみたいな、はあこんなことあるっていうね。いやほんまに今年2回目そういったことがあって、不幸中の幸いと言ったらいいのかもしれないけれどもね、これ幸運を使い果たしたんじゃないかなということで、すみませんありがとうございますとか言って、握手しようとしたら、いや握手はいいからって、こういうご時世ですから、そういったこともあったから、ちょっと本当にもう感謝のほかはないんですけれどもね、ということでちょっととやらかしがね同じようなことが続いてまして、自分なりにねこうちょっとこうなんですかね、実はね
今日もちょっとまあ午前中気になることがあって、まあ用事というか午後にもね、ちょっとこう重要な出来事といいますかね、そういったことがありましてね、それがちょっと気になってたのかな。いわゆるそのカバンの中にね、財布をね、いつもカメラを入れてるカバンの中に財布を入れて、それってまあそのカメラをしまうときにこう入れ替えるわけですよ、財布とカメラをね。それの時にカバンから財布を出した状態でそのままそこにカメラをしまって、財布はそこに置き忘れてたというね、まあ、集中力がね、まあ、欠けてるというのか、うっかりしてるとしか言いようがないんですけども、まあそういったことがありまして、これひょっとしたらもう年内の運は使い果たしたのかなというね、まあ不幸中の幸いと言ったらいいのか、もうねこんなような出来事が今年2回もねありましたのでね、まあこれまあ注意散漫というのかな、まあ自分なりにもこう、1回目の時にね、いちいちこう確認して忘れ物ないかなっていうようなことを確認せなあかんなと思ってたんですけどね、今日はちょっとそういったことに、まあ先のことが気になるあまり、身の回りのこと、目の前のこと、そういったことがおろそかになるっていうね、まあ自分のそういった欠点というのかな、性格上のそういったね、まあ悪い部分がねあるっていうことは気づいてるんですけどね、まあこれ、まあ、幸運を使い果たしたというかな、まあおかげさんでね、本当に大事に至らずによかったということなんですけれどもね、今後ちょっとね時々まあ年内ね、この10月11月っていうのはね、毎年なんかいろんなちょっとこう今までもの怪我したりとかいろんなことがあったので気をつけたいと思っております。このチャンネルは兵庫の内陸部からお送りしております。気が向いたらお越しください。そして野鳥たち、今日も一日ありがとう。そして財布を拾っていただいた方、本当にありがとうございました。